アモイ・ショーヤス国際空港は、中国福建省アモイ市ショヤス区にて建設中の空港である。2023年6月30日に開港が予定されており、既存のアモイ・高崎国際空港に代わるアモイ市の主要空港となる。高崎空港も引き続き利用されるが、国際線と国内線の大半は新空港に移転し、高崎空港は貨物、フィーダー旅客、 チャーター便、航空機整備等の専用空港に生まれ変わることになっている。新空港は、小安区の大古坂島に位置し、北は泉州、南安に面している。モイ中心部から2 5トル泉州中心部から4 4トル小州中心部から7 2トル台湾の金門島から1 5トルの距離にある。中国の多くの空港は、 都市名と地名で命名されるため、一般に、アモイショウヤス国際空港と呼称されているが、正式名称は、当面、アモイ新空港とされている。アモイ周辺都市の一部の人々は、ビナ南地域全体のハブ空港であることを示すために、アモイビナ南国際空港という名称を提案したことがある。一部の泉州市民はまた、空港の一部が泉州海域に位置していることから、 アモイ先週国際空港という名前を提案した。また、アモイ第二空港、アモイ大小坂島国際空港、アモイ地に吉見かの江国際空港とも呼ばれることもある。2007年、福建省南部の航空拠点であるアモイ、高崎国際空港と先週新港国際空港は、飽和状態に近づきつつあるものの、いずれも市街地に囲まれており、拡張が難しいことから、 福建省政府は航空需要の拡大に対応するため、福建省南部に新たな大規模空港を建設することを決定した。2007年7月には新空港の用地選定が始まり、アモイ、昌州、泉州、その他の用地が検討された。議論の結果、大気の質が良く、騒音の影響が少ないアモイ市小安区の大古坂島周辺が最適と判断された。 2011年には、新空港周辺海域の埋め立ての準備を進め、空港の用地取得を開始した。2013年3月、新空港が、宝庫金馬地区を中心とした台湾と共用される予定であると報道された。アモイ市の竜活慶一長はこれを否定したが、将来的には、台湾人がアモイに旅行する際に便利になるだろうと述べた。2013年7月、 新空港のマスタープランが加藤民用航空局と空軍南京軍区に送付され承認された。2013年12月、福建省海洋水産部は大古坂航空都市第2期プロジェクト海域使用許可申請書を提出し、省政府の承認を得て新空港の埋め立て工事が正式に開始された。2014年4月、空港高速道路事業が着工された。 2015年9月、新空港ターミナルの設計案が発表された。2019年9月13日、新空港のマスタープランが中国民用航空局によって正式に承認された。第1期の空港の面積は31平方キロメートルで、そのうち26平方キロメートルが埋め立てで造成される。長さ3800メートルの滑走路3本が計画されている。 ターミナルビルは66万平方メートルで、ビ南地方の伝統的な大建築様式で設計されている。第1期は2023年に完成予定で、エアバス A380 を含む旅客機177機、貨物機28機を収容できるエプロンが建設される。2030年までに年間6200万人の乗客と100万トンの貨物を取り扱い、 第2期が完成する2040年までには、南側に長さ3800メートルの滑走路を4本追加し、現在の北京首都国際空港に匹敵する年間8500万人の乗客と200万トンの貨物を取り扱うと予測されている。将来的には、青い軌道交通3号線で市内と結ばれる予定である。門空港からキロメートルしか離れていないため、 約7割の空域が重複しており、航空安全上の懸念が指摘されている。ありがとうございます。